もうそこにこだわってます。私自身がもうそれが大好きなんで、あ、乳首だけで行く人います。バイポーチャンネル。はい、ということで今回は玄関開けたら2分で発車のお店のオーナーさんにインタビューです。すいません、パイセンが無茶をお願いして。うおーい。玄関開けたら2分で発車、みこすりファンのオーナーの あ、ありがとうございます。名前言ってもらうね。まだ切ってきます。女性が出張して、お客様のご自宅とか、泊まってるホテルに行って、まあ、自宅は多いんですけども、玄関でもう女性は靴も脱がずに、まあ、その場でお客様の、ものをこう出てね、あのサービスという形ですね。まあ、そこに、見ているだけとか、あ、なるほど。男性方がご自身で、するのを見ていたりとか、まあ、手で発射させてあげたりとか、うん、っていうサービスになります。玄関なんですね。玄関です。もうそこにこだわってます。あ、何が操作してるかって言ったら、要はお客様の方もさっさと済ましたいですよね。時間がない方とは。で、まあ、例えばデリヘルで呼ばれたらこうお部屋に入って、まあ、お風呂使ったりとかベッドを使ったりとかということで、まあ、あの家に入られたくないこう男性もいてますし、うん、パートナーとか、奥さんとかいる場合必ず見つかります。で、うちのお店の場合は玄関でやるので、例えばこう髪の毛を1本落としたとしても後でもうさって掃除機か、ね、コロコロで取ったら済むし、で例えばこう匂いをちょっと香水の匂いを残したとしても、まあ、お嫁さんになんか変な匂いするなって言われたとしても、いやいや、あの保険の外交に来たいねとかって言ってごまかせると。なるほど、はい。いや、まあ、一応5分からのコースなんですけども、あ、まあ、中には最初10分とかね、うん、のコースでまあ予約されるんですけども、中にはもう2、3分で行く方もいますし、あ、はい、なぜかって言ったらお客様の方にも、まあ、ホームページではちょっと書いてるんですけども、ご利用の手順がね、女性が来る前に自分で半立ちにさしておいてくださいと。あ、はい、なるほどね。なんか女性が来たピンポンで来た時にはもう、まあ、男性はもうバスタオル巻いて下のパンツ脱いで勃起した状態で待ってますので、あ、まあ言ったらこうご自身でやってる、まあ、その流れで女性にやってもらう、もしくは見てもらうっていうことになります。じゃあ流れ的にはほぼほぼフィニッシュをやってもらうみたいな。そうですね、僕のイメージはそうだったんですけど、まあ、そういった早い方もいますけども、一応コースが、まあ、50分コースまであるので、まあ、ゆっくり楽しまれる方もいてますね。オプションもあります。まあ、例えば乳首舐めであったりとか、うん、唾をつけて、まあ、ローション代わりに使ったりとか、まあ、いろいろありますけども、まあ、それは女性によってもできるできないがあるので、まあ、手のハンドサービスの店なんですけども、まあ、中にはちょっとこうね、お口のサービスも欲しいかなっていうお客様もおるかなと思ったので、一応まあそういったオプションも別につけてます。ただまあゴムを着用ですけどね。あ、なるほど、はい、乳首系ですね。あ、みんな乳首好きですね。それって女性のサービスだし、男性も、そうそう、自分の、うん、自分のが触ってもらうみたいな、はい、もうなんか乳首だけで行く人いますよね、聞けたら。あ、でも物に触らずに乳首だけいじってたら一体ともいてるようです、聞きます。あ、まあ、ちなみに僕は全く乳首は感じないですけど、ね。あ、そうですか。玄関以外でなんかこういうこんなところであったみたいなのあったりしますか。あ、そうですね、例えばこう会社、こういった会社の事務所であったりとか、飲食店が終わってから、まあ、まあそこのオーナーさんですよね、うん、まあ、店閉めてからちょっともうシャッター閉めて、って感じで、まあ、そういったところも狙っとったんですね、最初から、はい、例えば個人経営の事務所であったりとか、まあ、自分一人でこう、なんていうのかな、こう最後折れるようなところで、うん、まあ、そういった場合も会社とか店舗とか工場とか、前にやったのが美容室ですね。ほう。で、美容室の時は面白かったんですけど、まあ、結構ガラス張りになってますよね、はい、でパーテーションをねこう全部四方にやって、うん、まあ、外から見れないようにして、まあ、こうやったっていうのがありますね。多分そのシチュエーションで多分お客様も興奮すると思うんですよね。営業はね、一応まあ10時から、
まあ、2時3時30分の、まあ、受付、まあ、ネット予約なんですけども、中にはこう朝一番からこう来てくれとか、夜中にまあ仕事終わってからまあ工場行ってくれとかっていうのもありますけど、まあそれも女性が受ける範囲で行かせてもらってます。そうですね、電話予約は一切受けないですね。あ、そうなんでなんですか。いや、あのそれしたら私がずっとべったりこうね事務所にいないといけないとか、あ、なるほど、演奏を受けないといけないとかってなってしまうので、あ、まあメールとかでしたらあのすぐ対応できますし、あの自分一人、まあ、スタッフいないんでね。あ、そうなんですか。はい、もう一人やってますね。あ、もう女性はね、あの待機場所がないので、あの、まあ、どこで呼ばれるかわからないので、あの、まあ、自由にしています。まあ、大体が電車で移動してもらっています。例えばこう大阪の市内にいて、まあ、難波の方で呼ばれたら、地下鉄に乗って行くとか、で中には自転車で、本当にもうウーバーイーツみたいな感じで自転車で行く子もいますし、ほんまに電話みたいな感じ。そうですね、もともとそれを目指しとったんで。あ、そうなんですね。はい、もともとちょっと私も何もしてない時期があって、まあ、その時に Uber Eats のドライバー、まあ、配達員ですよね、あれをちょっと体験したんですよね。でこれがなんとか風俗で行かせんかなと、例えばもう本当にポンポンってもう自分がこう好きな時に、まあ、スマホで呼べて、でそこで決済ができて、で女性が来てもらって、まあ、最初はその女性がこう自転車乗ってる子なんでしょうかな、経路も全部見れるようにしたかったんですけどそれ被りしたらすごいもうね、お金が高くつくんで、はい、ただまあそれでやる場合、まあ、例えば普通のデリフルでもよかったんですけども、うん、なんでまあこうやってハンドサービスの店になったかっていうのは、まあ、私自身がもうそれが大好きなので、もともとちょっとまあ、事務所でいろいろインターネット作業してたりとかしてたんですけども、とにかくまあ自分もこうムラ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 するんですよね、うん、で、まあ、インターネットで結構動画とか検索したらいろんなこう、ね、おかずは出てくるんですけど、うん、結構こだわるんでね、こうなんていうのかな、その人のこう肌とかこう体型とか顔とかパーツごとにいろいろ気にして自分でこうやっとったらもう1時間ぐらいやるときなんですよね。まあ終わってから、まあ、いた後いつも思うのがもう、あ、また無駄な時間を過ごしてしまったなと。わかる、うん、すごい無駄ですよか。でそれがなんかサクッと終われないかなと思ったのが、まあ、このうちのお店なんですけども、来てもらったらもう5分ですぐにパッて終わって帰ってもらえると、ですぐまた仕事をできるともうこれしかないって思いましたね。まあ、面接して採用になったら、まあ、交渉しますかしませんかって選んでもらって、まあ、例えばあんまり慣れてない方やったらすぐ、まあ、途中でどうもっていう時はもうやったりもしますけども、そういった反応サービスを知ったことがない女性が多いです、うんうん、どちらかといえば普通にも今までも結婚して生活しててそのね、旦那さんとかやる時でもそこまでしなかったりもするんで、うんうん、まあ言ったらそういった方もいるので、まあ、教えたりはします、うん、例えばこう行ったこう行ったって言ったら大体女性は行ったって止めるんですよ、うん、手を、うん、それダメですよね最後までこう絞り出す、うん、で男性がもういいってこちらからもういいよっていうまでやらないと出し切れないんですよね、うん、でも知らない子はあって言って飛んだらあって言って止めるんですよ、あ、それじゃもうね、残るんでそこへのことは教えますね、うん、であと、まあ、例えばこうやってる時にこう行く時にこう、ね、ティッシュをこう持ってくると、うん、飛ばないように、うん、でティッシュを持ってくるけどこう当たるぐらいにこうかぶせられたらもう自分でやってるような感じですよね、うん、でちょっとここ空間開けなさいと、うん、そういう指導をしてますね。なるほど、そうですね、もうこれはね多分うちが日本一対策をしてると思います。ほう、なぜかといえばまずマスク、これも接客中もマスク着用です。あ、はい、まあ、消毒、手の消毒、アルコール消毒ももちろんしますし、こっちのサービスの時もゴム手袋もしくはビニール手袋ですね、手袋をしてしますので、非接触ですよね、ここだけ触ってる、ここだけ、まあ、オプションがあったらこうね、うん、口が乳首舐めたりとかそんなのありますけど、それがない限りはもう非接触に近いので、まあ、一番こう対策をしているお店かなと。そうですね、自負しております。なるほど、はい、まあ、まだちょっと始まって、まあ、今年から始めたお店なのでまだまだ新しいお店で、まあ、女性もまあなんとかこう少ない人数でやってますけども、まあ、気軽に呼んでもらえたら
いいと思いますし、まあ、結構予約入れてくれる方もいてるんですけど、なかなかみんな予約が取れない状況、女性とマッチングしないとかっていうことがありますけども、諦めずにあの予約を入れてください。はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。いやー、なるほど、そういう感じなんだね。すごいっすね、ガチで玄関なんすね。てか、ほんと出前を受け取る感覚だよね。まさに風俗のウーバーイーツ、略してフーバーイーツだね。イーツの方残すんかい。いや、語呂がいいから。でもこうなると一度は呼んでみたいね。いいっすけど、自分ちにしてくださいっすよ。わかったって。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、よければ高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。